近鉄7000系電車。近鉄7000系電車。近鉄7000系電車は、近畿日本鉄道、近鉄の所有する道車東大阪線、現、近鉄京阪な専用の一般車両、通勤系電車である。本校では、同系の装備車である7020系電車についても、記載する。なお、解説の便宜上、コスモスクエア、長田川先頭車の車両番号、 フォーメーションイコール編成の略を編成名として、記述07101以下両編成イコール7101回する。近鉄東大阪線、現近鉄京阪那線の開業に向けて製造された車両で大阪メトロ中央線に乗り入れるため、終電方式は直流 750V の第三機乗方式となっている。車内放送装置には、 近鉄のワンマン運転に対応していない車両では、初めて自動放送装置が搭載された。ただし初期は、テープ放送であった。コスモスクエア、長田のよりから空7100も7200さ7300も7400も7500く7600の6両編成を蘇生している。相性は、スーパーエレクトロニックコミューター。電算記号は、HL、0番台。 1987年に鉄道とものカイローレル賞を受賞。1986年には通商産業賞、当時グッドデザイン商品、当時に選定された。鉄道車両がグッドデザイン商品に選定されたのは、これが初めてであった。1984年7月に97103も7503も7502く7602の4両が、 東大阪生駒電鉄の車両として先行試作され、完成部分の路線にて走行試験を行った。この先行試作車両は他社と比べて乗務員扉の高さが低いのが特徴である。1986年の東大阪線、開業時にはこの4両は近鉄に編入され、後日の量産車とともに6両編成を蘇生した。 1986年の東大阪線開業に合わせて製造され、戦術の試作者を含めて6両編成8本に48両、7101回から7108回が用意された。1989年には7110回が増備されたが、増備車が日立製制御装置だったため、三菱製に割り当てる奇数番号の編成を飛ばしたことにより、第9編成は、 鉄番となっている。なお、7101回から7105回が軌道線7106回から7108回、7110回が鉄道線所属とされている。車体は全普通構成、車体長は19メートルと近鉄標準の20.7メートルと比べ短いが、車体幅2900ミリメートルと近鉄の車両の 中でも最も広く、検査改装時に走行する多線区の車両限界を考慮して、側面と TC 車前面は、腰部から上部までが直線に傾斜しており、総 1500R の滑らかな曲線で大きく絞った、独特なスタイルをしており、断面上で、広幅が最大となっている層下の位置に座席を配置するとで、車内空間取立積定員数を確保している。正面形状は、 連結を考慮しない非常用の貫通扉を装備したデザインとされ、塗装はパールホワイトにソーラーオレンジとアクアブルーの帯という他の近鉄発車と大きく異なったものとなっており、側面体には近鉄は近鉄車門のロゴが入る。このカラーリングは東大阪線時代に開業した各駅の衣装にも使用されている。大阪線ご移動研修車庫で検査を受けるため、 改装の際には、編成を分割、終電靴とドアステップが取り外され、電動貨車に牽引される。全商灯は、運転台より下に配されている。南海電気鉄道を除く関西大手手鉄で全、商灯が、運転台より下に配されている車両は少なく、近鉄では本系列と後日の7020系、5万、系、島風の3形式しか存在しない。 制御装置は 1C4M 制御、1台で、主電動機4個を制御の G 手を、阻止 VVVF インバータ制御が採用され、制御装置のメーカーは、末りが、奇数の編成は三菱電機製、偶数の編成は、日立製作所製と異なる。主電動機は三菱電機製のカタ形三照、誘導電動機を採用して、電動車1両に4機搭載。 モーター出力は 140kW である。台車は、近畿車両製 KD-92 系、筒型ゴムブッシュ軸箱案内方式を採用し、ホイールベース間隔は 2100mm、終電装置は TC-19 型を採用し、M 車と TC 車コスモスクエアガーの台車に設置されている。TC 車に圧縮機と補助電源装置として120。 クバのサイリスタ発電装置を装備している。制動装置は、ハーダ -1K、回生ブレーキ連動の全電気指令電磁直通ブレーキを採用。冷房装置は、両端屋根に設けた CU-78K、能力2万キロカロリー、H のユニットクーラーからダクトを通して、ラインデリアを併用して送付している。運転台は横軸にハンドル式、デスクタイプ、 連結機は大阪市交通局型の密着連結機を両 TC 車と TCMT 間及び MMTC 間にそれぞれ装備している。2006年3月27日の京阪那線の開業に合わせて2004年に増備用として時効で延べる7020系が登場したことから本系列も2004年から2006年にかけて車体更新工事が行われた。外装は つまめんの窓構造を除いた、各部仕様が7020系とほぼ同一に更新され、行き先表示器の LED 化、車体側面の車名ロゴや車両番号も7020系に準じたデザイン、自体に変更された。車内インテリアも7020系に準じた内装材に交換されたが、座席モケットが本系列独自のデザインに変更され、座席のバケットシート化は行われていない。 主要機器は更新以前の使用をそのまま使用しているが、最高速度向上に伴う制御装置の一部部品の交換も行われた。2018年4月現在、旧編成54両が東花園建築東生駒車庫に配置されている。2006年3月27日の京阪那線、生駒駅学研なら富川会駅間の開業に伴い、運行距離が伸びる。 軍の車両不足を補うために2004年から2005年にかけて6両編成4本24両が申請され2004年12月1日に営業運転を開始している既存の7000系をベースに同時期に製造されていたシリーズ21に準拠したバリアフリー設備の設置や細部の設計変更などを施しているただし近鉄では本形式は シリーズ21の一形式として扱われていない。電算記号は7000系と同じく、HL20 番台。コスモスクエア、長田のよりから空7120も7220、ザ7320も7420も7520、千7620の6両編成を蘇生している。7000系とは異なり、本系列では車両に対する相性は命名されていない。 7000系は GTO 素子による VVVF インバータ制御を採用しているが、本系列ではリベット素子による VVVF インバータ装置を採用しており、4編成全車が三菱電機製の制御装置に統一されている。電動機出力は7000系の 140kW から 145kW に増強され、高速運転性能を向上させている。 基本的な衣装は7000系とほぼ同じであるが、側窓形状、一段加工窓から左右一体の上下に分割式窓、上段は内側に開くや行き先表示器が LED 式となり、側面にも設置されたこと、正面窓のワイパー増設、側面体内の近鉄ロゴ及び車両番号のフォント変更、型持ち式の座席、つま面窓の大きさが採点である。車内は、 同時期に製造されていた9 0 2 0系、9 8 2 0系など他のシリーズ21車両をベースとしているが床材は上高口部分のノンスリップ加工が省略された代わりに対摩擦加工が施され黄色の砂模様を散りばめて視認性を向上させた座席の基本構造やモケットの材質そのものは9 0 2 0系などと同一になっているが楽々 コーナーは設置されていない。以上の仕様は、床材のデザインは7000系と2006年以降の車体更新車両に継承され、座席モケットのデザインは7000系や5200系を除いた車体更新車両に継承されており、7000系更新車との内装の際は、座席構造と車内照明カバーの有無のみとなっている。2018年4月現在、 4編成24両が東花園検尺東生駒車庫に配置されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。